どうも、たぶやんです。今回は名作ソフト、がんばれゴエモン、からくり道中、なんか隠しアイテムあった、やっていきたいと思います。ゴエモンが大活躍のこのゲーム、さあやっていきましょう。お、アイテム、コマを投げることができます。おっと、隠し階段発見。小判は投げても減らないですよこのゲームね、通行手形を3つ集めて、で関所を通っていくというね、ゲームになっています。今の敵スリだよね。さあ、お店が、あ、敵、小判265両持ってますね。で、制限時間があるんだよね。あ、これは体力、ライフ回復かな。今はいらないね。で、この女の子は得点アップ。ひょっとこ、草履が増えました。左上にアイテムがあるんですよね。スピードアップしました。おー、そしてね、通行手形は、ステージにね、3つ落ちてるはずなんですけど、このお金でね、買うこともできます。で、アイテム、お守り買っておきましょう。お守り買うとね、あれ、もう終わりか。あ、1回買うとで値段が上がっていくんですよね。あの、おま、防御アイテムですね、お守り。確かね、あのカゴ屋さんとかにぶつかっても5回まではノーダメージとかね。そうで、ろうそく取りました。ろうそく取ると、この隠し階段が見ることができるんだよね。あ、鎧も買っとこうかな。この奥には、秘密の通路がある。お金が足りない。50両貯めよう。45両。ご用だ言われてる。あ、ソフトクリーム。あれ、お金が全然貯められない。あ、しかもあの、ろうそくもうなくなった。あ、まだあるね。お金を貯めたいんだけど。あ、ここでやっと。よし、90両になった。かごや。隠し階段も入りたいけど、まずはあの、敵をかわして、よし、お金貯めたんで、この辺りだったかな、隠し通路。よし、これ入りましょう。はい、ゴエモン頑張るのだ母より。来ました、 3D ダンジョンなんだよねなかなか面白いよね。ポートピア連続殺人事件を思い出しますね。お、大入り袋を取りました。ワンナップかな。通行、あ、これゴールだね。ゴールに行く前に通行手形。よし、通行手形取りました。早い。あ、地図があったのか。地図も取れてなかったけどね。オッケー。あ、殺しちゃった。女子を撃ってしまいました。さあ、隠し通路。オッケー、通行手形2つ目ゲット。幸先いいぞ。いや、でも覚えてるね、なんかね、全然いけるね。小判、ひょっとこ、ひょっとこ。若い者、博打はやるかね。やってやろうじゃないか。お客さん、チョーかハンかセレクトしていくと、あ、逃げてしまったやめとこ。バクチはもう、なんか取った。あ、ライフの上限アップ、すげえ。そしてライフ回復、素晴らしい。あ、もうろうそくなくなった。何これ。
おにぎり、おにぎり欲しいな。印籠も買っときましょうか。よし。でタイム制限があるんだよねこのゲームね。1000秒。あ、ろうそく買っときましょう。ろうそく買って、あと1個通行手形どこだ。ちょっとこ、おし、足速くなりました。もうこれで3つで最大かな、スピード、足のスピード。ろうそくあるから、あ、なんか出た、あー、なんか出た。今多分無敵アイテム打ち出の小槌じゃないかな。しまったな。隠し通路発見、小判ゲット、小判ゲット。おー、200両。通行手形ないね。でもね、ふい、あ、ここも関所だね。ここ入れないんですよね。通行手形あと一つ取らないと入れません。あ、打ち出の小槌、無敵だー、イエイイエイイエイ、無敵無敵。お客さん、お泊まりですか。いや、いいです。ここは入ったかな。入ってないとこ入ったね。通行手形あと1個どこだろう。探したいと思います。ここを上に行って、あ、ここは行ってないかな。なんか見たことのない地形。あー、千両箱だけか。千両箱だけど200両しか入ってないけどね。あ、ありましたー。これ多分スタート地点のとこの、この、ここをね、飛び越えれなかったんだよね。あの、ジャンプ力が足りなくて。よし、通行手形3つ集めましたよ。あとはゴールするのみ。よーし、来ました、関所。さあ、これで1つのエリアクリアできました。そして稼いだ金を皆に配る、それが五右衛門です。肥後の国。さあ、あのお城までね。あ、なにこれ、コナミマンだ。なんかあのマップ見たらすごい面の数あるよね、このゲームね。ボリュームがすごいんですよね。通行手形売ってる。買っちゃうか。いや、やめとこう。お金で解決？お金で解決しようか。あー、500両。金がいくらあっても足りないぞ。あ、ろうそく買っちゃいましょう。このね、マップが結構複雑なんだよね。でも、ろうそくは重要ですね。おぉ。闇手形を売る。買っちゃったけどな、闇手形。へい、村右衛門でっけど、五右衛門さん、おかわりありませんか？誰なんだ、村右衛門って。さあ、入れるとこはどんどん入っていこう。小判でっか。一体ここはどこなんだ？あ、湯飲み発見。あ、兜売ってますね、兜。なんか落ちてくるもの、障害物とかに有効なのかな、兜。い
や、アイテムほとんど揃ってきたね。もうなんか敵の攻撃激しくなってきたぞ。小判が落ちてる、イエーイ。取れる時に取っとこうね、小判。体を守るには鎧、頭を守るには傘、兜を買いなさい、山之助。まあ持ってるよ。おにぎり、あ、傘ある。オッケー、これでもうアイテム全コンプリートかな。いや、頑張れ五右衛門、向いてるかも。弁当があると後から便利ですよ。わしはツインビーとグーニーズとグラデースを買いました。私も買いましたよ。本日は閉店です。カゴ屋から逃げるにはお守りが一番ですよ。情報が多いな。通行手形が全然ないね。さあ、ないかな。あった、やったー。二つ目ゲット。闇手形一個取ったからね。あと一個でいいですよ。ダンジョン見つけたいな。あー、関所を見つけちゃった。関所の場所は見つけました。あとは通行手形だけ。やっぱろうそくなくなるときついね。ろうそく、でっかいろうそくとかないのかな。あ、やった、見つけました。10両か、あ、100両ね。最後 3D ダンジョンは任しておきな。ウィザードリー得意だからね。お、地図発見。あー、なるほど、このダンジョンの地図だったんだ。おー、楽勝楽勝、これさえあれば。皆さんには何のことかわからない。あ、でもゴールの場所がわからないな。ゴールの場所は表示されてないんだね。よし、取れました、全部。あの真ん中のとこだろうね。楽勝楽勝。これぐらいの規模の大きさなら全然いけるよ。ここだな。よし、小判も4つも取りました。1700両、すげえ。全然 OK だ。あ、通行手形も売ってる。お金貯めとくと後でね、先の面に行ったら有利でしょう。よーし、2面目クリアー。全然いけるよこれ。うん、あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、全部で13面もあるんだね。我が家の博打、いや、やらない。1700両もあるから全然 いや博打は不要です。今欲しいのはろうそくです。あ、いきなりもう通路ですか。やった、通路大好き。まずはあの地図を取らないとね。やった、ほうほうほう。
いや意外にねこれ見てて楽しくないと思うんですけど、このダンジョンプレイしてると楽しい。通行手形、オッケー、幸先いいな。うわこれ地図ないとでもきつそうだね。あそこなんかループになってたりするときついよな。今んとこ一本道ですよここ。さあここでどういうことだこれ。まっすぐ行ったら小判か。はい、オッケー。でここを曲がってここがゴールかな。よーし、気持ちいい。さあ行こうか。おー、家、岩が落ちてくる。あー、これ落ちると一撃で死ぬパターンだこれ。ちょっと緊張するなー。ほっ、これダメージは受けてもいいけど落ちるのは避けないとね。いや怖い怖い怖い。うわーこれ怖い。あーなんか天狗。あー頭当たったけど傘かなんか持ってるから。おーおーおおお、倒した、天狗倒した。何これ。左から右へ行くタイプの面なんだね。通行手形買っちゃおうか、1個買っちゃおうか。あ、隠し面とかあるんだろうなこれ。あ、いた、何してくれ。お、氷炭ゲット。なんか敵が強くなってるね。傘まだ間に合ってますね。大丈夫大丈夫。え、猛石症、嘘、何もなかったよ。闇手形1個取って、わ絶対隠し通路があるんだ。短い面だけど手形探すの難しいなこれ。ろうそくがないパターンなんだね。あ、何、タヌキがあるで、あんなとこに。どうやって取るんだあれ。ほら、あそこにタヌキいますよ。意味わからん。何？バグってるのか。また戻るな、あそこ。嫌だな。なんかじゃああれ買おうか。闇手形。絶対隠し通路あるんでしょ？この辺に。あ、いた。隠し通路あるはずなのにな。もう買っちゃおう、闇手形。あ、ろうそく売ってたね今。600両もったいなかったかな。まあでも2000両あるから大丈夫でしょう。あ、いた、邪魔だな天狗。よし、クリアできました。闇取引でクリア。ろうそくが最後にあるっていうのがいやらしい面でしたね。これで3面目クリア。4面目まだまだ遠いな。おお、なんだこの目。こうなったら庇護の国クリアしたいね。で、子供の頃クリアしたことないな。あー、これはやばいパターンの面だ。おお、ジャンプ力が高すぎるからね、落ちちゃうんじゃない。おお怖い、おお怖い。あー、操作ミス。あんなにいっぱいアイテム持ってたのにどうなるのこれ。あ、アイテムは持ったまま、よかった。でもこのスピードでいけるこれ。あ、やった、隠し通路見つけた。これ、直旅欲しい。足が遅い。あ、通行手形ゲット。幸先いいよ。直旅取らないと早く。こっ
チなんかあったかな。あ、地下旅あるんじゃないこれ。よし、カニ。これ画面スクロールさせると、あ、このとこにもあった。この音楽もいいよね。あ、通行手形、早くも2個目。やり、これなんか一気死んだらお金減ったのかな。そんなことない。そして直旅取って、直旅取って隠し通路入って、また直旅取るというせこいかなこれ。直旅、よし行くぞ。スピードは十分。これでもスピードが歩きすぎて落ちるパターン。斜めに飛べばいいんじゃないこれ。よし、あー、どこに飛んでる。信じられない。これコンティニューあったっけ。やばいな、行けるとこまで行きたいわ。ちょっと戻し作業しますね。スピードアップの、スピードありすぎるのも問題なのかなこれ。いや、この面はクリアしたいよ。あ、皆さん一気死ぬと、あ、一気死ぬとあれだね、お金が半分になってる。よし、あー、鬼鬼、久々のキセル。よし、さあ行くぞ。3度目の正直斜めジャンプ。そして斜めに入らないようにしっかりしっかりボタンを押す。よし、ダメージはちょっとぐらい受けてもいいんだ。斜め、よし、危ない。よし、斜め、よし、あ、モア入れた、ワンアップやった。よし、斜めに入れろ、ゴエモン斜めに入れろ。よし、これ難しい。斜めに入れろ、よし、これも斜めか、斜め、あ、違うか。これむずい、ジャンプ力がありすぎ。あ、これ、ポーズ、これ皆さんどう思う。これ斜めじゃなくて、これ横か、ここか、ここで横だ。よし、よし、やった、なんとか上陸した。この辺に隠しあるんじゃない、あったー、体力回復、通行手形カモン、通行手形カモン、来ない通行手形。ワープした方がいいのかな、どこだ、おー、最悪だー、騙されたー。嘘でしょ、スタート地で、ね、こんなことってある。ってことはここに、この辺にあるってことか。 あった、行き道があれば帰り道もあるよね。あ、これ違う、嘘、また行くの嫌だよ、ちょっと勘弁してくれよ、めっちゃショック。この辺、あぶねえ、この辺に隠しあんのか、あぶねえ、ダメージ受けて、ダメージよりもね、ジャンプですよ。またミス、操作ミスした今。こらこらこら、木枯らし紋次郎みたいなやつ。ああ、この今ワンナップ、違うのか、モアイがあるんだよねここ、違うの、もう一回しか出ないのか。いやー、怖い怖い怖い、あぶない、またミスった。ここはこうだ、でこれ横だったよね、こう、よしよし、あー、カニにやられてる。打ち出の小槌？何これ、竜宮城みたいな。あー、200ロン通路、オッケー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 、行きましょう。
最高。地図地図、よし地図ゲット、よし。ワンナップの大入り袋とかないかな。なさそうだね、大入り袋。通行手形ゲット、よーし、これで通行手形3つですね。あとはクリア。まだ、あー、なになに、この辺なんか隠し通路あるんじゃない。あった、これまた元に戻るとかじゃないだろうね。おい、お団子だけか。くそ、ワープじゃなかったか。行くしかないのか。おっと、行くしかないのか。せっかく体力回復したのに。ほっ、ほっ、こんなとこでどうしよう。行くか。見つけてしまったからな。あ、通行手形？いや、もう3つ持ってる。いらん。もう1個買ったからいらん。ほっ。よっと。鬼め、この野郎。あいで。よし。魚め、この野郎。よし。あぶねえ。え、これ1個前のとこ？もしかして違う？よし、関所だ。やったー。やばい、ライフがやばかった。あ、しかもおにぎりなくなってる、知らん間に。なんとかクリアできました。4面目。さあ、5面目いこうか。ということで、今回はここで区切りたいと思います。後編お楽しみに。後編まで、後編すぐやられちゃうかもしれないけどね。それでは次回もお楽しみに。さよなら。